はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、テンションが上がりません多分ね、大食い好きの人からしたら結構ね、テンション上がる企画だとは思うんですけれども、個人的にはね、あんまね、やりたくないというのも、まあおそらくね、サムネとかタイトルにも書いてあると思うんですけれども、牛丼10個を使ってね、早食い企画、全力の久々のチャレンジ系の企画を撮っていこうと思っております。というのも、こちらのね、チャレンジを行う経緯を説明すると少しね、長くなっちゃうんですけど、ちょっと説明をさせてください。先日ね、マックスさんの生放送、ライブ放送に参加した時に、大食いの子でエビマヨちゃんって子がいるんですけれども、その子が松屋さんの牛丼10個を早食いしたという企画の動画の話になってしまって、なんかね、お互いやろうよみたいな話になったんですよ。で、僕が10個挑戦した記録をマックスさん越してくださいねっていう形でバトンをつなげるっていう動画の企画をしようって言われたんで、今日はね、その松屋さんの牛丼10個チャレンジの動画を撮ろうと思っております。ただね、もうそんなね、チャレンジね、しんどいんだよね。しんどい。で、詳しい内容なんですけれども、松屋さんの牛丼をまず10個っていう挑戦となっておりまして、生卵とかそういったね、アイテムも使用 OK というルールで、まあね、10個完食したのが果たして何分になるのかっていうチャレンジの内容となっております。で、牛丼のね、量なんだけど、結構これもばらつきがあるみたいで、松屋さんだと370前後ぐらい。まあこれね、計量して器に盛ってるわけではないので、おおよそにはなるんですけれども、だいたいそれぐらいらしいんですよ。で、ちょっとね、まだチビちゃんがお昼寝してたりするので、起き次第ね、Uber Eats の方で松屋さんの牛丼を10個頼んで、そちらのチャレンジをしていこうと思っております。よいしょ。はい。よこしょ。おーいよー。おーい。10個ね、届きました。今ね、10個こうやってね、全部届いたんですよ。卵もね、一応10個ほど注文したんですけど、まあ、とにかく多いよね。うん、量が多い。この早食いをするのかと思うと、気が重たいんですけど、チャレンジのね、準備をしていこうと思います。これお肉すごいですね。これセパレートなんだ。なるほどね。つゆだくとかしても、染みないわけね、ちゃんと。汁をさ、これまんべんなく入れないと、一部だけ固まってるとか、多分ありますよね。これ気をつけないとな。でもまあね、その動画前にも、一個一個別にね、計量して持ってるわけじゃないからっていう話はしたんですけど、意外にね、このご飯とかお肉の量、確かにちょっとパッと見でも結構差があるかもしれない。うん。まあ、たださすがにね、10個もこれやってれば、ある程度は多分均等な条件になると思うので、まあ、この後ね、マックスさんがやったとしても、まあ、同条件でできるでしょう。ちゅうかマジこれ何分でやんのかな？一応目標は5分半ぐらいで、いけたら御の字かなって思ってるんですけど、5分半で食えるもんなの？全然わかんないや。ちょっとこの動画をね、見る前に、だいたいね、皆さんのなんとなくで、僕が何分ぐらいで食べきれるかって予想してみてください、一緒に。はい、ということで、今ね、こんな感じで全て牛丼の準備が整いました。でだ、ちょっとね、チャレンジを開始する前に、早食いチャレンジに関しての、いつもの注意喚起、これ皆さん絶対に守ってください。早食いはね、もう本当に喉に詰まらせる危険性めちゃめちゃあります。場合によっては、この命にね、関わるような危険も起こる可能性がございますので、皆様はね、真似されないでください。で、ちょっとね、早食いでガチチャレンジになるので、いつもに比べると食べ方が汚くなるかと思いますんで、そのあたりもあらかじめご了承いただいて、動画の方を見ていただければと思います。そんな感じかな。ちょっとこっちの手元でもタイマーは測りますが、あのね、動画の方でもちゃんとね、タイマーはつけておきます。それでは、3秒前から、3、2、1、スタート！いただきます。よいしょ。まず、これ卵が、よいしょ。
ちゃ時間かかってんな、これ。めっちゃ汚いじゃん。マジでごめん、めっちゃ汚いね。うお、苦しい。ごちそうさまでした。うわぁ、きつっ。いや、久々にちょっとね、汚れちゃうぐらいの全力チャレンジを行いましたが、一応ね、手元の記録では、5分17秒59ということで、目標のね5分半は一応超えることができました。
最初の1個目なんかは、まあ、いただきますとかね、こうスプーンを取ったりとか、いろいろこう遅れてしまう所作があったので、まあ、結構遅かった気がするんですよね。ただ2個目からはかなりスピードアップしてきて、もしかしたらこれ5分切っちゃうんじゃねとかちょっとね思ったんですけど、やっぱりね後半は徐々にスピードが落ちてきますね。まあただね、まあ僕にあんなに言ってくださったマックス鈴木先輩であれば、まあ、5分なんかで余裕で切っちゃって僕のタイムよりもね早くクリアしていただけると思いますので、マックス鈴木先輩、この動画見てますか、余裕で僕の記録を超えてください。ということで、改めてこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。あとね、概要欄の方にエビマヨちゃんの動画と、まあ、マックスさんの動画もね更新したら貼っておこうかと思いますんで、こちらも見てください。じゃあね。